終わっちゃった、東京会場終わっちゃったよ。本当に楽しかった。なんかね、今までそれこそいろんなイベントやってきて、お渡し会とか握手会、チェキ会、イベント、撮影できるなんかの大きなゲームショーだったりとか、いろんなことやってきたけど、やっぱ展示会はいろんなイベントと一味違う感じで、本当にねめっちゃ楽しかった。私なんか改めて自分のそのヒストリーみたいなのが振り返れて、自分でもあ、こんなにこんなことやってきたんだと思った。もともとイオリね、なんならこういう芸能活動しようって思ってコスプレ始めたわけでは本当になかったから、ただの趣味だったんです。本当にただコスプレがやりたいっていうところから、でイベントに行ってみたい、でもイベント行くのってちょっとさ緊張するよねみたいな本当にそこから、本当の一番最初のコスプレの来てイベント遊びに行った時は、誰にもカメラマンさん写真撮られずに帰りました。その感じのさ、ただの一般の女の子がさ、こんな渋谷の個展をするって本当にねすごいことだなって改めて思った。本当に趣味でコスプレをしてる時に、インタビューされた時とかも何も答えられなくて下向いてるだけだったのが、こうやってラジオのパーソナリティやるまでになってね、本当になんだろう、本当に継続は力なりだな。本当にねめっちゃ楽しかった。